さん、こんにちは、いよこです。おっと、バスの運転席から動画が始まりました。というわけで、今回の動画は年度末の大公開、営業所でバス運転してみたです。もちろん、いよこは初めてバスを運転するので、説明を受けた後、ドキドキしながら運転をスタートしていきます。少々踏んでも大丈夫です。じわーっと踏んでみましょう。乗せた状態でもうちょっと先までハンドルそのまま OK で、アクセルはちょっと足乗せて、はい、そんな感じ、そんな感じ、もうそのままキープで、でハンドル戻してまっすぐにしてもらって、はい、いい感じです。で、今度そこの向こう側に出る前に一回止まってください。まだ大丈夫。まだ回ってきて。ドライブに入れてもらって、はい、サイド上げましょう。で、これで前にちょっとだけ動かして、はい、どこでも空いとるところ構うので、白線の中に入れてみましょうか。ちょっと左に切っておいて、で、ハンドルモードして、結構止まって、はい、OK、OK、大丈夫です。大体で構うので、今何もないですから、入れてみてください。コツは右の後ろのタイヤが 線の内側に来るようにしたら分かりますか？入れたい、はい、なんとなくイメージをそんな感じのイメージで入れていくと、はい、あ、いいですよ、もうお任せします。噛めないと思ったら止まってください。それで大丈夫です。 OK、 OK、 もっと切って、もっと切って、違うなと思ったら戻したら、はい、じゃあ、ちょっとだけ前に動かしましょうか。前にドライブに戻して、で、ちょっとだけ前にブレーキ離したら前にちょっと行きます。で、左に、そう。で、前に出しておいて、ちょうどいいところを見つけたら止まって、で、もう一回バック入れて、もう、ちょっと早い。今入れようとしておるところは多分、もうちょっと後。はい。そのまま。
ましたか？帰ってきました。帰ってきましたね。戻して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 、まっすぐまっすぐ戻して、で線に入ったと思ったらもうちょっとだけ右に切ってで入れる。入りました。お、なんか入っとるけど、だいぶ入ってきましたね。はい、まあ、直して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 、まっすぐに直して、まっすぐまっすぐで、そのまっすぐ直ったと思ったらそのまんま下がる。ちょっと動いたら分かります、まっすぐになっとるかどうか。あ、なっとる。そのまんま、そのまんま、そのまんま、そのまんまで、ここ見よったら、ここ、こことここ見て、あ、もう入った、OK、もう、OK、 OK、 で、カザード切って、そう、で、サイド下ろして、これをニュートラルに戻して、無事、終了しました。初めてバスを運転してみて、改めて運転士の凄さを実感しました。忘れられない体験になりました。最後までご視聴ありがとうございました。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。